小山田信有天文10年2月12日は、室町時代後期の武将、海の国東部の軍内領主、官部兵士、秩父氏の小山田氏の一族、孫三郎、小中守を称した、父は小山田屋太郎、妻は武田新川の娘もしくは武田信虎の娘、子に小山田虎親、では守を称した小山田信有、小山田信吉がいる。 八三郎を称した、小山田信有、小山田信やは孫にあたる。戦国期の開国は、国中地方において守護、武田信政の古信縄と、油川信江の兄弟間で家徳争いが起こり、有力国衆を巻き込む、乱国状態となっていた。鶴軍の小山田氏は、新江法に属し、明王七年には、新縄優位の情勢で一時的な和睦が成立するが、栄章四年に、 新縄が死去し、幼い信長が家督を継ぐと、新絵法は再び放棄し、小山田氏も加担している。永正七年には、新絵法が敗北し、和睦が成立しているが、この際に、武田、小山田氏の間で婚姻が成立したと見られている。武田源実等系図など、武田氏の系図資料には、新縄女子の中期に、小山田では守る妻とあり、 この婚姻は永正七年の和牧によるものと考えられているが、和牧寺の当主は、腰中守の部割と推定されていることから、武田桂図の中期は五期、あるいは腰中守の部割が、それまで、では守を名乗っていたと考えられている。新栄方の敗北後も、国中地方では、信ブと有力国衆との抗争が続き、これに、隣国の駿河国、今川氏や相模国、 御北条氏とも抗争が発生し、軍内領では両国を接する御北条氏との国境紛争が続いた。英章12年に西五里の大井信たちとの大井合戦では、小山田一族も動員され、大井氏を支援した今川氏が軍内へ進行し、吉田山次郎選挙し小山田勢とも衝突している。大栄元年2月19日には、信虎が中津森館を訪問しているが、これは、 今川氏対策の協議であったと考えられており、以降の今川氏や北条氏との合戦で、武田、小山田領氏は共に戦っている。協力2年には、小山田氏は、軍内へ付加された胸別を拒否したために課せられた、二度目解除の交渉を行っており、この頃には、経済的圧力も加えられていたと考えられている。協力3年正月7日には、猿橋において、北条勢と退陣している。 同年には、武田氏と同盟関係にある、大木谷上杉氏の上杉と儲が、ご北上氏の本拠である江戸へ進行している。信虎はこれに同調して、信有の関東派遣を心を見るが、同年4月23日には、鶴郡や坪坂において、北上氏綱に敗退し、失敗する。協禄5年には信有は本拠を、中津森館から谷村へ移転している。以後、 谷村館を中心とした城下町が整備されたと考えられており、谷村館背後の城山には、近世諸島には築城されている勝山城が所在し、勝山城の追記記追る主は不明であるが、中津森館は吉田、忍草から大月方面へ抜ける諸道を掌握、監視する役割を持っていたと考えられており、小山田市時代には城山に、 勝山城の前身となる城塞が存在したとも考えられている。山中古天文4年6月5日、武田、今川間の和睦が破れると信虎は、駿河へ進行し、木の江春国境の万沢において、両政は激突する。一方、今川氏と同盟関係にある、北条氏綱は、軍内へ進行し、同年8月22日には、山中の戦いにおいて、小山田信あ 勝沼信友勢と北条勢が激突する。この合戦において、軍内勢は敗北し、小山田雄勢、小林左京助らが戦死し、後法条勢はさらに吉田へ進行指導地を焼き払うが、武田勢に同調した、大喜谷上杉氏の上杉智儲が、後法条氏の本拠である、小田原城へ進行すると、後法条勢は撤退した。コ中守信有の死去に関しては、 海の国島木十七では、山梨県鶴市の朝生寺に残されている天文十年の年記を持つ、廃止、全宇宙大主計算尊心大前城門を、腰中守の部割の法名が誤って記されたものと、四股の年号を、腰中守の部割の没年としている。一方で、朝生寺の廃止以外に、腰中守の部割の没年を伝える資料は存在せず、 腰中守るのブアリに関して記された記録上の最後となる勝山記、協力5年上記事の解釈から同年を腰中守るのブアリの死去とする遺説もある。また、朝生寺所蔵の資本着色小山田腰中主身優画像の像主は腰中守るのブアリとされていたが、修理名の存在から像主はでは守モのブアリである可能性が指摘されている。ありがとうございます。